速稼塾の久保です。まあ、2年前ですね、いわゆる京アニ事件というのがありました。放火事件でありまして、これは放火を伴うガソリン爆発、まあ、爆発物と言ってもいいんじゃないかなと思います。非常に痛ましい事件でですね、36名の方がお亡くなりになった。そしてその他数十名の方が、深い傷を負っていると聞いております。まあ、中にはね、まだ後遺症に悩んでおられる方、回復はしたけれども元通りの暮らしに戻らない方、お亡くなりになっちゃってね、やっぱりこう優秀なクリエイターさん、しかも脂の乗った30代40代で、お亡くなりになった方がいると聞いております。そのね、ご遺族といってももう70代80代のお父さんお母さん方ですよ。どうでしょうね、人生の最後、よしまとめに入るぞっていう時に、かけがえのないお子さんをね、手塩にかけた お子さんを優秀な会社に送り出した後にこういうふうな結末になってしまったのは本当に痛ましいことだなと思います。なぜね、戦争も内戦もないのにこんなことが起きてしまうのか。アニメーションっていうのが、どんな危険をはらんでいるのかっていう話題もね、また時に出たことがあると思いますけども、じゃあもうすでにですね、私たちの暮らしや文化の中にしっかりとこういったアニメーションっていうのが入って、そして称賛されこそすれでですね、まあ、卑下される覚えのないような分野で、こんなね、戦後最大とも言えるような個人による大量殺人が起きてしまったのか、まあ、表現は本当に選ばないといけないと思いますけども、あえて言わせてもらいますけども、たった一人の人が大量虐殺をしたという事実はこれ残ってるんじゃないかなと私は受け止めてるんですよね。もちろん加害者側にも言い分はあるでしょうけども、でもね、もう殺すことはないだろうと思いますし、火をつけることはないだろうと思うわけなんですよ。他にもいろいろと思いがありますけども、当事者の方がね、多いことを考えると言葉にするのがはばかられますけども、皮肉なことに加害者とされる犯人は生き残り、手厚い看護を受け、今また回復に向かって療養していると。そして裁判が行われるのかどうか分かりませんけども、これだけのことをしてしまって無罪放免ということにはならないと思いますし、まあ、おそらく、生きていられたとしても、この方自身が、それからね、この加害者とされる方の、犯人とされる方のご家族がどうかなと思うと、本当に救いようのない後味の悪い事件になったと思います。で、何よりもね、もう死んでしまった人は戻らないわけなんですよね。どんな慰めをしようが、どんな追悼式をしようが戻らないわけなんですよ。永遠に失われたこの命、そして才能、能力、日本をもっともっと開拓してくれるはずだった若い命がですね、まあ、こういったことで失われて、本当に繰り返しますけど、戦争でもないのにね、この平和とされている中で何がしかの行き違いだったのかもしれませんけども、犯人の勝手な思い込みだったのかもしれませんが、こんなことが起きてしまって本当に痛ましいばかりでございます。もう言葉にね、できないですね。こんなことになってしまって、寂しいという言葉も適当ではないですけども、憤りという言葉でも言い表せないような気がします。なんともね、言えないことでございますけども、私も心を痛める者の一人として今回動画を撮らさせていただきました。きっとね、皆さんにもいろんな思いがあると思います。まあ本当に今できることといえば月並みですけども、まあ、ご冥福を祈ると言いますかね、なんか心安らかにはならないと思いますけども、一刻も早く事件の究明と再発を絶対にしてはならないってことですかね。なんでしょうね、私はその同じ世代、40代50代の、世代の皆さんにちょっとメッセージを出したいんですけども、私たちが先頭に立ってこれからの時代を、日本を、平和を作っていかなければならない時に、私たちの世代の中からね、私たちの同じ同胞の中から、そうではないことがなんでこうたびたび起きるのかなと思ってしまうんですよ。これで良かったんですかね。その犯人の方に問いかけたいんですけども、これで気が晴れたんでしょうか。果たしてこれで、ああ良かった、これでもう言うことないぞっていうふうな平安を取り戻せたんでしょうか。それともとんでもないことをしてしまったなと。自分は生かされて人は死んでいく、
京都アニメーションはなんか失われてしまった。自分の大好きだった京都アニメーションっていうその世界は今活動を本当に弱めてしまっている。これで本当に良かったのかなと思うんですよ。どうですかね、犯人の方がもしこういう問いかけを受けたらどのように思うのかなと。もう今更時間も戻りませんし、どんなに謝罪反省したところで、どんなに償いをしたところで償いきれるものではありません。そして残念ながら2億円とも3億円とも言われているこの犯人の方への対するね、回復費用、介護費用、看護費用、これはかけていても、でもおそらく裁判が始めれば死刑に向かうんではないかなと思うときに、これは一体誰がどうなったのかなと、不幸しか生み出さなかったのかなというふうに思ってしまいます。まあ、これからね、こういった事実を踏み越えて、アニメーションという世界がね、まさに命を吹き込むもの、命を吹き込むものとして立ち上がってくれればなと、一人のアニメファンとして切に願う限りです。それでは以上でございます。